本日は7月29日朝7時になりますけども、これ ADA の価格です。15円と44で、実はね、16円も突破しました。いかがでしょうか。10円突破して、12円突破して、14円突破して、今度14円から16円のレンジが来ますよということですけども、今日がその入り口です。14円から16円ね、確実にフェーズが上がってるでしょ。で、大きく利確する方がいることも忘れないでくださいね。そこは用心してくださいね。というのが、私もそうですけども、初期のホルダーって、持っている ADA の量が半端ないんですよ。だから、一気に売ろうと思ったら一気に値段が下がりますからね。それを、もう本当に、ね、一人の人が手放す金額が、このマーケットに大きな影響を及ぼすんですよ。一人の人がですよ。だって0.2円とかで買ってるわけですからね。0.2円で買ってる人が、現在、16円とかね、15円とかで、決済して大利益なわけですよ。で、しかも持ってる枚数が多いと。数百万枚とか持ってるんですよ。ね、200万枚とか300万枚とか持ってますよ。この300万枚とかを一気に決済したら、どのぐらい変動が起きるのか、ちょっと計算してみてくださいね。これは計算しといてくださいよ。それぞれ。もう言いませんので、私ね。で、この1年で、104.2%の増です。増えてます。1年してみますよ。ほら、すごいでしょ。5円前後だったものが、今15円前後ですからね。これだけ増えてるわけですよ。だから、5円前後の時に仕込めましたかってことですよね。180日足見てみましょうか。こんな感じになってますよね。